はいどうも。はい、今回もドラゴンクエストビルダーズ2の実況をやっていきたいと思います。でまずその前にですね、この一つ前の動画で、友人と実況生放送をやったんですけども、その際に来てくれて見てくれた方、そしてコメントくれた方、ありがとうございました。まあ、僕がね一番嬉しかったのは、僕はもういつも言ってるんですけど、ドラゴンクエストビルダーズの体験版から始めてるんですよね。でその始めてる頃から見に来てくれたメンツっていうのが本当に1年ぶりぐらいに揃って見てくれて、それがすごい嬉しかったっていうか、昔を思い出したというか、はい、めちゃ興奮しました。2になってからね、生放送っていうのを頻繁にやらなくなったんですけど、まあ、それでもああやってね、1年半経った今でも見に来てくれる、そしてツイッターでも絡んでくれるっていう人たちにはね、本当に感謝しております。ありがとうございます。そしてそうじゃなくてもね、動画にコメントくれたりする方もね、見てくれている方も本当にありがとうございます。ということで今回は、まあ今もこうやって用意してるんだけど、ちょっといつもと全く違うやったことがない遊びをしてみたいと思います。すごい単純な遊びなんですけども、まずね、住人をパーティーに入れましょうか。メンツは誰でもいいんですけども、開拓島さんにいるメンツということで、じゃあこのライラと、この商人と、もう一人はね、あー待って、ライラやめる、ライラやめて、宮迫と進歩と、全員黒髪でいこう。あとおかっぱの黒髪がね、奇跡的にいるんですよ。しかもかまぼこおめめで、おかっぱだらけの島の時はね、一切見つけることができなかった。かまぼこおめめの黒髪、どこにいる？おい、ぐだるぞぐだるぞぐだるな。そろそろ見つかれ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 、見つかってくれ。いましたね。あ、こいつバニー色だと思ったけど村人だったんだ。神って書いてありますね。はい。で、まあこうやって揃えたらですね、まあ浮き輪を置きます。一応もう一個置いてみて、あ、住人は使わないんだ、なるほどね、わかりました。では何をするか先に言いますと、これで大海原を進んでいきます。そうするとどうなるかっていうのを見てみたいと思うんで、やっていきましょう。すげえ面白い。お、頑張ってる頑張ってる。お、すごいな。こんな感じになるんだ。これ、止まるとどうなるの？お、めちゃくちゃ頑張ってんな。おお。あ、じゃあもう落下するってことはないんだね。うおー、かわいい。最高だね。いいね、いいね。盛り上がってるじゃない。これちなみにね、降りられないんですよ。ここだと。一切のボタンを押しても聞こえますか？カチカチやってるけど。なので、もうこれ、一度、進んだら戻るまで、浮き輪から降りることができないんですよね。住人を引っ張ってくるのは今回が初めてなんですが、浮き輪でね、このマップ上見ればわかるんですけど、ここら辺までは来たことあるんですよね。すごいね。そういえばなんかツイッターで見たんですけど、アップデートっていうのがある
あるっていうか、あったんですよ、今回。で、アップデートされていたんですけど、ビルダーズ自体の内容は変わんないですかね。何かこう、追加要素ができたとかっていうことじゃないんですよね、多分ね。俺よくわかってないんですけど、なんかたっぷり遊べる体験版っていう、意味のわからない体験版を今度配信するみたいで、まあ、それのなんか、体験版をプレイした場合、セーブデータが引き継げるんだけど、すでにビルダーズ2を持ってる人がその体験版をやった際は、なんかその、アルバムのポイントが削除されてしまうだかなんだかっていうのがね、あったんですけど、まあ俺はどうせやんないからいいんだけど、たっぷり遊べるって体験版じゃなくて、製品版やってるんでね。うん、ただたっぷり遊べる体験版出すの遅くね。うん、1年前に、まあ約1年前ですね。まあ正確には11ヶ月前ですけど、12月20日に発売された、この製品版の前に僕も散々体験版遊んだんですけど、1の体験版より全然遊べねえって文句言ってたのを今でも覚えてます。うん。なので、今更ね、体験版なんて必要ないと思うんですが、今回のアップデートはそういうこと？なんか、何か追加されたのかな？ちょっとわかんないですね。ちょっとあいつやっぱヘルメット重いのかな。遅いね、泳ぐのね。てかこれって何、どこまで続くの。え、どうなってんの。ちょっとこっちまで行って何もなかったらやめるけど、何もオチのない動画で申し訳ないですけど、一周回っちゃうとかじゃないんだね。しばしこの状況をお楽しみください。うん。だからなんかアップデートでこれが追加されたよとかっていうのがあるのを知ってたらまた教えてください。で、昨日の動画を見てくれた人ならわかると思うんですけど、実はヨーダにゴールドの建物、黄金の建物のなんかバルコニーじゃないですけど、こう外のね部分。ここも考えてほしいよって言ってたんですが、結局時間がなくてやらなかったんですよ。うん。なので僕が後でやってこうということでやっておいたんですけど、まあ、それはまたおいおい、そんな大したもんじゃないんで、ついでに見せていく感じになると思います。はい。ちょっとあれだね、歌姫は疲れつつあるね。さすが神。おかっぱ根性あるね。てか、俺が嫌になってきたよ、これ。どこまで続くの？え？なんぞや、これ。これやばいな。で、引き返すか。これ一周、回っちゃうとかないのかな？やばいんじゃないの？リセット？何このリセットボタンって。なんだろう。え？やばいって、ここ。気が狂いそう。お！ヘルメットの方が本気出してきた。いやー、なんか沈んでいくとか想像してたんだけど、沈まないんだな。必死でもがくみたいな感じですね。そういえばなんか一回無言の動画で水の中でね、遊ばせるやつやったんですよ、昔。マウス島の時に。まあ、じゃあこれで、あとは戻っとくのはね、自分でやろうかな。うん。そんな感じです。とにかく僕が言いたかったのはね、生放送を見に来てくれた方、本当にありがとうということと、アップデートなんぞやってことと、この謎の遊びやってみたということです。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。